スお届けしてきます。これは冷蔵庫に残ってたキャベツと人参、これで休館日にして煮物作ろうと思ってんけど、もつ鍋になります。まず土鍋にブリタ水を入れて、塩、醤油味にするから塩ちょっとだけ、みりん、目分量、醤油、お握りの贅沢なめんつゆ、ちょっと濃すぎたか。ここにさっき煮たキャベツを入れます。しまった、切ってから洗えばよかった。ビール飲みたすぎて興奮してます。緊張と嬉しさと早く飲みたいっていう気持ちで、これが今の本間の気持ちです。これニラは全部食べよう。ニラ、国産牛のプリプリホルモン小腸、ちょっとお高いねんけども、スーパーで売ってんのすごいラッキーです。売ってない時が多くて、それとこの豚肉はのもつが足りひん時の保険です。おつまみ保険。ほんまは日本の唐辛子が理想かもしれへんねんけど、これパスタのためのペペロンチーノのカラブリアン唐辛子、これであるものでいきます。全部揃えてたらきりないから、あるもので。種を取りました。カラブリア唐辛子っていうのはすごい辛いんです。ニンニクはこれ青森産ニンニク、大きめ2つ入れます。ここにごま、ごまで、見かけはもつ鍋屋さん風にこのニラとごまを線を描くように、これで火をかけていきたいと思います。もつ鍋を作ってる間に島ホッケ塩焼き158円、大根おろし大好きやねんけどするのが苦手なんです。けど美味しい島ホッケと美味しい日本酒秋ビールのために頑張ります。大根おろしとホッケ、大根おろし完成。ホッケに添えて、お鶏ガラガラスープの素もちょっと入れよう。大好きな丸中の醤油をちょろっとかけて、ちょろっと、うわ、もったいない、どうしよう、声が震える、洪水になりました。水、醤油浸しになりました。でも撮影してたらしゃあない。今日は上からの撮影晩酌で撮らさせていただきます。ではヒューガルデンから。今日も一日あっという間やった。今日は9月7日、それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。美味しい。わあ、ちょっとこの醤油もったいないから、もったいないからちょっと避けとこうかって言ってもどうせ使えへんねやろうな。魚の臭みが混じるから。ホッケと大根おろし、やばい、美味しい。ヒューガルデン、これちょっと少なめの 330ml。 すいません、顔出し、今日は休憩させてもらいたかったんけど、ビールがこうやって見えやすいように、なんかすごいこうやって口と鼻とかこの顎とか首が隠れたら年齢が分かりにくいというか、皆様
知っていただいてんねんけど、マスク詐欺じゃなくてのビールグラス詐欺。ライブ配信で酔っ払って散々もうえらいこっちゃのところとか酔っ払いシリーズでご披露させていただいてんねんけど、おいしいっけ。もつ鍋と魚、この組み合わせやったら日本酒が欲しくなって日本酒も買ってます。今日はキャベツよりニラを食べるって感じかもしれへん。私の一人暮らし用の冷蔵庫は小さくて、の入るスペースもちっちゃいから、ちょっと味見。うん、ちょっと出汁が足りんな。あ、よかった。おいしい。やっぱり播州錦108円、ちょっと高めの風の森とかやったら1500円したり、ワンカップの時とかもあったりとか、山田錦の時もあったり。それでは日本酒でも乾杯。いい感じの冷え具合。やっぱりちょっと秋になって8月より温度が下がってるからすぐ冷えてくれる。うん、そうそう、もつ鍋でもつのお肉がない時はこういった豚の細切れでも豚バラでも豚の薄切りの肉を丸めて、ふわーって丸めて入れたらもつ鍋風になるって、お料理家の高健哲さんの動画で勉強して、それしようと思いながらまだしてないねや。何回ももつ鍋してんねんけど、あ、そうそうそう、もつ鍋して指で買ってきて野菜でいっぱいやったから、千切りにしてつゆしゃぶにしてんや。つゆしゃぶ風に。やっぱりね、食べて飲むのが好きって、お酒が好き、お酒だけっていうことはあんまりないねんけど、お酒とおつまみお料理がセットなんです。飲んで飲んで、でちょっと締めっていうかのカクテル、カクテルの時は別におつまみとかはなしでもいいねんけど、やっぱり食べてます。コスモポリタンと締めのおんぎりとか。最後バーで飲んだ一昨年かな、コスモポリタンと突き出しで豚しゃぶサラダが出てきて美味しかった。インスタグラムにもアップさせてもらってんねんけど、やっぱりバーで飲んだら高い。コスモポリタンと突き出して1800円ぐらいか。いや、まあバーやから場所代、雰囲気代あるからそんなもんやねんけど、うん、でまた行きたいと思います。お勉強させてもらいに。カクテルが好きです。私が持ってるカクテルの割り剤、頭が回れへんな。やっぱり国産牛のもつって、脂身がプリプリしててすごい美味しい。甘みが出て、YouTube お休みしてる間にもつ鍋何回かして、その時市場の肉屋さんで黒毛和牛かな、黒毛和牛やとか忘れてんけど、立派なもつ、大きいもつ、それが 100g298 円、298円を 200g 入れて、ちょっと余った、ちょっとキンキンに冷えすぎてフローズンになる。秋、うわこれやばいな。また昨日と一緒や。フローズン、琥珀の秋でいただきます。うわ冷た、うわ昨日と一緒や。またフローズンになってもんた。やっぱり温度下がってんねんな、すぐ凍る。でも日本酒もあるから、ちょびちょびいきます。それではビール2杯目は琥珀の秋ローストバッグ菓子込み2022年限定増上で乾杯。冷たい。また近々サンマ、サンマ食べよう。今日も焼いたサンマ売っててんけど、1匹258円、去年より値上げてんねんけど、値上げ値上げやけど、その分お仕事とか YouTube とかたまに Uber とか頑張りますんで、美味しく食べさせていただきます。そうそう、コメントで母から
おしゃれ、服装は大事よって、あの前から言われてんねんけど、コメントで入れてしまったの。了解やけど、おしゃれ興味ないしなって。紙が入ってる。わっ、あれ、お醤油びたしやったのにもうなくなってる。唐辛子やっぱ辛い。美味しいねんけど、イタリアの唐辛子でやっぱりペペロンチーノようなんかな、分からんと思うねんけど、辛っ。いやでも美味しいな、最高やん。この夏は皆様どんな夏でしたでしょうか。私はめっちゃ引きこもりロックダウン状態でした。6月7月は引きこもりでも、朝は21日参りとかでもう神社お参り行ったり、森林の中に朝5時6時7時からサイクリングしたり散歩したりしてて、全然してない。すいません、最近の方がロックダウン状態です。でも全然ストレス溜まれへんくて、 YouTube 再開させてもらったのもあるし、会社の方とチャットっていうかLINE みたいなのがあんねんけど、社内のそれでも暖かいし、すごい満たされてます。血管もすごい浮き出てきます。50前になると腕とかは血管まだそんな出てないんけど、これが現実です。ウーバーしてたから、やっぱりこっから自転車で焼けてる。鍋締めます。ラーメン締めますじゃなくて、おつまみします。ラーメンです。これをちょびちょびおつまみにして、ニンニク、日本酒。どうしたん？え？秋の紺色金麦。もみじっていいなぁ。すごい雰囲気が出て、秋の味できましたって書いてんねんけど、夏と秋とか味は分かれへんねんけど、このパッケージ戦略の雰囲気に乾杯。素晴らしいな、こうやって気分を上げていただけるっていうのはありがたい。美味しいビールが、フローズン間に合った。これ冷凍庫から冷蔵庫に吸出しました。それでは、金麦贅沢麦芽天然仕込み
春夏春と四季の味わい、乾杯。これはすごい戦略です。春夏春と秋やけども年中飲みましょうねっていうことで、はい、かしこまりました。このキラキラした麺が、外食しなくなったのは家飲みがすごい楽しくて美味しくて、あと例えばエビとか海鮮好きで、それをふんだんに使ったりとかできるから、あと例えば夏だったらグラスキンキンに冷えて、一つのビールに一つの冷えたビールキンキンに冷えたグラスに入れてとか、そういうわがまま勝手が効くっていうお家飲みで見せへんようになったのかな。とにかくもうこれがすごい黄金に輝く麺です。このつまみが大事、こういうのがほんま大事、こういうの、お汁はやめときました、濃厚すぎた。